はい、こんにちは、スワクテガと申します。今回はですね、前々から自分で思っていたことと視聴者の方から、これについてどう思いますかというコメントがあったので、それについて話したいと思います。まあタイトルでもわかる通りサーチですね。はい、サーチとは何ぞやということなんですけれども、こういったパックがありますよね。遊戯王でも何でもいいですけども、まあ、こういったパックをですね、店で手に取ってですね、まあこうやってまあなんかグニグニと、まあ、滑ったりするんでしょう。この中のカードがね、滑ったりして、それが滑る滑らないをか、まあ、自分の手の感触で、まあ、分けてですね、その中でいいカード、レアリティが高いカードを抜いていくというやり方ですね。これね、この方法、まあ、自分の意見というかですね、まず最初に僕の意見を言わせてもらいますね。死ねマジで死ね。やってる奴は全員死ね。擁護してる奴らも死ね。俺はやらないけど別にやっても自由だなという奴も死ね。全員死ね。すいません、取り乱しました。まあ取り乱したけども一切変えません。うん、死ねと思ってる。まあ、なんでかと言いますとね、これに関しては擁護しようがないと思うんですよね。うん、だってですね、まあ、簡単な話なんですけども、もう、まあ、いろんなやり方があるんですね、サーチには。まずさっき言った、まあ、こうやってグニグニしたり、まあ、やったり、ここの滑りやるっていうのをこすりサーチですね。次にですね、まあ、自分で測りを持ってきて、まあ、測りとしますね、まあ、こうやって測りを乗せて、まあ、数値とかを見て、これが 334g、 そんな重いわけねえけど、まあこれが 376g、 お、これは当たりだな、これが 354g、うん、これは外れみたいな感じでやる測りサーチ、でまあその他でもあるんでしょうけど、でまあ最後がこういった後ろの、印刷とかのね、のズレとかを見て、それで分ける、印刷ズレサーチってやつですか、などがあります。他にもあるんでしょうけども、僕が知ってるのは主なこの3種類です。でこの3種類の中で最後のこのズレサーチだけは、まあなんというかなんでなんか可愛いなというか許せる範囲だなと思います。うん、まあ、というのもこうやって見てここの遊戯王アーク5の文字がちょっとこっちより左に寄ってるからこっちだなみたいな感じのことがあって、それはなんか微笑ましいなと思うわけです。だってこうやって見てるだけだから、あれこれは違うなみたいな、うん、なんかくじこうやってる時にどれがいいかな、じゃあ今日ラッキーセブンだからこれみたいな感じのそんな微笑ましさがあるから、それはまあいいんですよ。問題この2つ、うん、特にこの、まあ、一番問題視されてるっていうか、ほとんど問題視されてるサーチの分類の一番がこのこすりサーチですよね。うん、これに関してはもうどうしようもないと思うんですよ。まあ、一番の問題は、まあ、こうやって本当にもう遠慮なくこうグニグニするんですよ、やってるやつって、やるやつって、うん、ここさ、ほんとグニグニしてダメって言って放り出して、で、次ってやってやるんですよ。で、ここをね、こうやったりするんですよ。わかる？こうやって。ここの、なんか5枚並んでるじゃないですか。で、そこをこうやって、なんか滑る、滑らないで分けるって言うんですよ。で、こうやるよ。で、これ見たらわかる通り、ほら、跡がつくんですよ。傷がね、袋に。うん。で、これも絶対に治らないんですね。こんなもん。100%、うん、もうこれはっきり言って犯罪ですから、器物損壊ってやつですよ。だって買ってもいない商品をこうやって売り物じゃない状態にするわけですから、うん、で子供に限らず大人ってこんな状態が放置されていたとして、カードショップでもコンビニでもスーパーマーケットでも何でもいいですけど、こんなんが放置されてたら買いませんよ。例えばこん普通こうやってね置いてるだけでも買わないでしょ、こんな普通にやってて。で、絶対に直さないんですよ、そういうやつらって。まあ、なんか、こうやって、元通りにするっていうことをしないんです。ほとんどの場合。まあ、それは人によっちゃ、人によるかもしれないけど、まあ、大体は、ね。だから、こういうことをやるやつっていうのは、ほんと許せないし、ほんと死ねと思うわけですよ。いろんなとこに行って、発売日、パックの発売日に行ったら、うん、いろんなコンビニ行ったり、スーパーマーケット行ったり、カードショップ行ったりして、うん、これをやって、レアを抜いてって。YouTube でもいますよね、サーチしていいのが当たってみたいな、まあ、漏れなく低評価ついてるけど、で悪いこととは思ってないわけですね、それ、うん、で次に測りサーチね、これ
まあ、ハカリサーチはこうやって見てるだけだから OK って言うんですけど、あの見てるだけというかこうやって置いて、まあ、要するに袋とかをいじったりはしないんですよ。確かにこうやってこうやってやるだけだからね。それでもね、例えばまあ僕の時で言います、僕のところで言いますよ、コンビニでねはかり持ってきてね、まあ、大体レジとか、まあ、棚とか使ってね、こんなことやって床とかに置いてこんなことやってるやつがいたらどう思います？邪魔でしょ、すごく。レジとか使う、レジの中に持って行って使うやつがいるんですよ。うん、そうなって普通に。あとなんかラーメンの置き場所とかあるじゃないですか、その台、ラーメンのお湯を入れる台とかに置いて邪魔でしょ完全に。で10分20分ぐらいこうやって全部のあれをこうやって言って言うわけですよ、こうやってこれ違うなとかって、うん、これはっきり言って、うん、はっきり言って営業妨害ですよ、はっきり言うなら。いや言い過ぎ、言い過ぎじゃない、言い過ぎじゃない、絶対言い過ぎじゃない、めっちゃ長いもんこういうことやってるやつらって、うん、いや何も袋なんて傷つけてないし、それに少しでもいいもの選ぶのは俺の勝手だしって言うんだけど、いやちょっと待ってくれよと、お前一人なら100万歩譲って、お前一人ならいいよ、お前一人ならいいけど、みんながみんな真似したらどうすんの。ああいつあんなところで計りだってやってる、あやっていいんや、じゃあ俺もやろうっていうやつが出てくるかもしれないじゃん。そう言ったらどうすんの、みんながみんな計り持ってきてこんなことやり始めたら、うん、ね。でいやちょっと待ってください、でこれを1人目のやつを許してね、2人目のやつに、じゃあちょっと待ってください、ちょっと計りをそんな持ってこられると、なんでよさっきのやつ許してたやんけって言われたら、僕としてはどうしようもない、こちら側としては、店員側としてはね。だから最初に止めるしかないんですよ、だって邪魔なんだもん、だってね。まあそれでね、ある一つの、まあ、例というかサーチしてる側からの反対意見みたいなのがあったんですよ、例えばよ、八百屋さんに行って、まあ、リンゴを買おうとしてる、これがリンゴとしますね、リンゴを買おうとしてます、でリンゴももう一個ありますね。その中で、例えばこうやって行って、どれがいいかな、これはあなかなか美味しそうだな、中身もぎっしり詰まってそうだな、おこれもいいリンゴだな、これはどっちがいいかな、いやでもどちらかというとこれの方が色艶もいいしな、中身が詰まってうまそうだしな、よしじゃあこっちにしようかな、うん。でサーチをやってるやつらはこれをこういうことをやってるって言うんですね、うん、要するに同じ商品がこう並んでいて自由に取れる立場として少しでもいいものを買おうとするのは消費者、つまり買うものの自由だろう、こういう意見なんですよ。なるほど、確かに、なるほど、本当にこれは確かにその通りですよ。商品を少しでもいいものを取ろうとするのは確かにその通りです、うん、いいものを取ろうとするのは消費者の自由だし、むしろそうするようとするのは人間としての心理として当然ですよね、少しでもいいものか、うん、ですけどですよ、サーチをやってる人中はさっき言ったようなことじゃないわけですよ、今言ったようなことじゃないわけですよ、やってることは。サーチをやってる人中がやってるのはほしい、これなんか色ツヤも悪いし中身もなんかなスカスカな気がすんな、こうやって触った感じいらんわ、あこっち、おこっち、おこれなかなかうまそうやんけ、これいいな、よしこれもらおうかな、こっちいいわ、はいこれくださいって言ってるんですよ。でこっち残った方はどうなるんです、こっちはいいけどこっちはお前が帰って食うんでしょ、帰って食べるんでしょ、もしかしたら誰かにあげるのかもしれないな、そんだけいいリンゴやったらね。でもこっちを残された方はどうすんの、皮はめくれて中身ほじられて中身が出てるかもしれない、ましてやものすぐ触られたから手の油とかがついたりしてるかもしれない、そんなやつを他買いますか、買わないでしょ、買うわけないんですよこんな、他の後続のお客さんのことを考えたらそんなことを許すわけにはいかないわけですよ。でそのことをサーチしてるやつらに言ったって絶対に返ってくる言葉はいやそんなん俺に関係ないしなわけですよね。いやいやいや、あのね、他のお客さんのことを考えて、また他に買うお客さんのことを考えるとそうやってもらったら困るんですよ、これ商品なわけですからって言ったってそいつらには何も考えなかったですよ、責任だって取らないでしょうからね、はい。でもう一つ
まあ反論というわけじゃないですけど、こういう意見ありますね。いやいやいや、店側で対策しない方が悪いだろ、普通に何ですプラスチックのカードケースか何か持っていって、それで交換するようにして店員が選ぶようにすればいいじゃないかっていう意見があるんです。なるほど、それはもう全くもってその通りで、一部の隙もない反論ですな。それは確かにその通りだと思うですけどね。ここは僕の愚痴になるんですけど、あのね、あの販売スペースが少ないところ、特にコンビニ、まあ、僕の立場でいますね、特にコンビニなんていうのはもう販売面積っていうのがめっちゃ少ないんですよ。特に本当にあの置いている内容、何もあるんですよ。雑貨あったり、お菓子あったり、お弁当あったり、飲み物があったりね、季節のものとかも置いてる、そんな中でもう莫大な商品数がある中で、その売り場面積というのは本当少ないから、少しでも少なくしたいわけですよ、ね。で当然ですけれども、レジの後ろとか、まあ、スペースとかにも置く場所がなかなかないんですよ。いや嘘だよ、そんなたかだかあんな過去ぐらいさあるでしょっていう人、いやないんだって。これ分かってくれる人いると思うんです。本当やってる人分かってくれる人いるでしょ、言ってあのコメントしてくれてる人、見てくれてる人で、いやいや本当ないよって。っていうかね、あとね、全部が全部ですね、我々ね、いや我々だったらいいですよ、なんていうか、あの遊戯王に限らずカードゲームやってる人ならいいですよ、レイジングテンペストください、タキオンギャラクシーザタキオンギャラクシーくださいとかね、シャイニングダークネスくださいとか、ダークイリジョンくださいって言ったらね、僕らだったらわかるじゃないですか、別にこれをあのプラスチックのケースに出されたって、ああこれねこれね、はい。でもね、普通というかね、普通の従業員とか普通のやつらにね、それ言われたってね、戸惑いますよ。え、どれがどれみたいな感じで、いや、わかんないんだけどってなるよ。そのことのためにいちいち変わって、作業止まってたら、それなかなか難しいんですよ。間違ってる可能性だってあるしさ。また遊戯王だけじゃないからね、こんなの。まあ、そういう風に定型付けられてたらいいですよ。1番、2番、3番、4番。1番は遊戯王のこれ、2番はマジックのこれ、3番はバンガードのこれみたいな感じで。でもそんなスペースなかなかないんだって。そんなことしなくたって、お前らサーチ中がしなかったらいいんだよ。それで済むんだよ。はい、それでは以上になります。まあ、なんか最後の方が相変わらずの愚痴動画になってしまいましたが。はい。まあ、とりあえずサーチしてるっていうのは、本当に悪いことなので、他のお客さんのことを考えないことなんで、やめましょう。本当に。もう、運部転部でいいじゃないですか。取ったのを買うっていうだけでいいじゃないですか。そういうもんですよ。もうそういうことにして、他に買ってくれるお客さんのことを少しでも考えて、ね。遊戯王に限らず、本当これに関しては遊戯王に限らず、全てのことに言えるんですけど、カードゲームやってる人たちは、そういったことを、そういったマナーをね、マナーから逸脱した行為をやらないようにお願いします。ルールを守って楽しくやりましょう。はい、以上、サーチについてでした。それでは、また来週。バイバイ。